マヨ TV。でまあ、知ってる人は知ってると思うけど、昔からあのバックパッカーで20カ国以上はいたかな。うん。でまあ旅歴から話すと、最初一人で海外に初めて行ったのはカンボジア。そっからもう東南アジアにハマって、ベトナム、ラオス、でカンボジアは5回以上、タイはもう10回以上は行ったかな。からの、カナダ、アメリカ横断して、日本戻ってきて、ヒッチハイクで日本一周して、そこからまたヨーロッパ一周して、フィリピンに2ヶ月ぐらいおって、ほんでそこで韓国人の友達めっちゃできて、韓国に興味持ち始めて、お隣の国に留学をした。だからもう私の人生史で言ったら、韓国ってめちゃくちゃ新しいわけ。だからもう韓国キャラみたいになっとうかもしれんけど、もう根は全然旅人やねんな。だからもうあの旅に出たくなるのは1年に1回はかかる病気みたいな感じで、まあ社会人になってスンヨに出会ってからはもうだいぶ落ち着いた、だいぶ落ち着いたんやけど、でもそれでもやっぱ今回もう3ヶ月前ぐらいから病気かかり始めて、なんかもうずっと抑えとってん、めっちゃ抑えとってん、あかんあかん思ってずっと抑えとったんやけど、もう爆発、もう爆発なって、でも航空券取ってもうたんで明日から行ってきます。最近ね、韓国ドラマで푸른바다의정설이라는드라마를봤는데거기서인어가인간을사랑하게돼서육지에올라왔는데역시육지에올라갔다가수명이짧아진다는그런그래서뭐내가인어라는거지그래서제대로사랑하는사람앞에돌아가기위해서바다로다시돌아가맛있는걸먹고보고싶었던사람은보고영양을많이섭취해서돌아온다는でなんか前に、世界も旅行して韓国留学も行ってやたらお金持ちですねみたいなコメントが来たことがあんねんけど、どんな勘違いでマジで、あいつは友達みんなに聞いたら分かるけど常に貧乏キャラ。あいつは海外での移動手段もヒッチハイクとか格安のバスとかしか利用したことないし、もうね、あのカナダでグレハンっていうめっちゃ安いバスがあんねんけど、それでカナダ横断してる際にずっと役中の人がもうずっと叫んどって、途中であのね、警察来て捕まっていったわなんか今思い出してもおもろいな。でまあいつも泊まってる場所とかも各国にある友達の家とか、無料であの現地の友達作って泊まったりできるカウチサーフィンとか、あとはエアビーアンドビーとか、基本あの男女混合で12人とか16人とか一緒に寝るドミトリーのゲストハウスか、まあホステルかな。ホテルに泊まったのは多分カナダで1回ぐらいちゃうかな。あのなんか2日連続で公園の宿して、もう髪の毛かゆうてたまらん、もう洗いたいもう洗いたいし、なんか綺麗なとこで休みたいってなって、あのホテルあの時だけ贅沢した。で基本的にめっちゃお金を貯めやすい、なぜかっていうと物欲が全然なくて、まあ、多分みんな分かってると思うけど美容関係とか全く興味ないし、ショッピングもほんまに年に1回ぐらい。でもカナダの公園で野宿しとった時に髪の毛がほんまに結構長かった、こんぐらい長くて、もう暑かったし切らなって思って、でなんか自分で切り始めてから結構気に入って、もともと美容院のああいうなんか女性らしい雰囲気がちょっとめちゃくちゃ緊張するタイプでなんか苦手やったんで、もうそっから美容院も7年間ぐらい行ってなくて、自分で髪も切ってるんで全然お金を使うところがなくて、いつも高い買い物といえば飛行機代。旅にめちゃめちゃ行ってたのは結構昔の話なんで、バイトの話になるんですけど、私めちゃくちゃ働くのも好きやったんで、塾の講師2年、家庭教2年、ミスド4年、USJ 5年で、保育所の先生とか法人でアルバイトとかガールズバーもやってた。なんかもうおもろそうなバイトは全部やってみた。私マラソンとかめっちゃ好きで、高校の時もあの学校の周り40周とか毎日しとって、体力もめちゃあるから、それ同時に3個4個掛け持ちしたりとか、あの何十連勤とかしても全然倒れへんくて、もう鉄人って呼ばれてたよね。そういうわけなんでお金も貯まりやすかったし、留学も世界旅も全部自分のお金で行ってました。でも本当にあの私の旅人時代にとある企業さんで、まあ、あのエッセイ書いたりとか、本に寄稿させてもらったりとかしてたから、旅行ったその現地であの声をかけていただいたりとか、もう6、7年前以上からずっと SNS で私とこの私の生き方を応援してくださってる方もいらっしゃって、そんな方々に私は本当に昔は文字と写真でしかあの旅のことを伝えられなかったんですけど、今回は動画を撮って自分が見てきた世界、自分が大好きな世界を皆さんにもスンヨン君にも少しでも、伝えられたらいいなと思ってます。ただ私全然 YouTuber になりきれてなくて、一人でこうやってなんか自撮り棒を持ちながら撮影するのがめちゃくちゃ恥ずかしいから、ちゃんと撮れるかわからんけど、まああの撮ってきます。で私が世界で一番好きな国がカンボジアなんですけど、今回は6回目のカンボジアに行ってきます。
でカンボジアインの陸路で国境を越えてタイアウトやねんけど、普通相場4万から6万やねんけど2万7000やで、バリ安ない。もうさすが格安航空券探しのプロなんで。で今まで何回か旅中に死にそうになったことあんねんけど、今回はあの守るべき人が日本にいるんで、今回は無茶をせず安全第一で行ってきます。で見てこのズボンやばない？なんか数年ぶりに入ってんけど、ね、これお姉ちゃんねんけど遺跡とか露出 NG でいる、プラスあの皮がめっちゃ多いから、こういうなんかペラペラの長ズボンがめちゃくちゃ重宝するねん。これはもう日本でありけませんけどね。じゃあでかないバックパック、なんかもうちっちゃいのあってんけどどっか行っちゃった。でんこんな感じ。まあ、今から詰めるけん稼げよさ。今荷物預けたら高なるからね、7キロに収めようと思って、機内ちゃんと持ち込めるように、100ミリのこれ昔からいつも使ってる100均の容器やねんけど、これにバーンって入れて、こんな感じで石鹸も包丁で半分に切っちゃった。で服とかは丸めたらシワにならんから圧縮袋に入れてます。となので基本的にね、やっぱ衛生面あれなんで、ウェットティッシュはめちゃくちゃ重宝するってことで、旅から戻ってきたら会いましょう。バイバーイ。今日も見てくださってありがとうございました。よかったらいいね、そしてたくさんのコメント、チャンネル登録もお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。